はい、というわけで今回はね、アルファロメオの、GTA というね、グレードになる車なんですが、アルファロメオの伝統であるスポーツの精神と最新の工業技術を熟練させたアルファ1号で、サッシ内に向けられたリアドアアングルが特徴的なフォードバスタンとステーションワゴンの2タイプぶりをラインナップ。エンジンは 2.5L V 型6気筒、DOHC24V192馬力と 2L 直列4気筒 DOHC16V166馬力の2輪。 2L は JTS ジェットストラトスストイキオオメトリックと呼ばれる直噴式エンジンで、シリンダー内燃料噴射インジェクターを備え、ミッションは 2.5L がマニュアルボード付き4速 AT の旧 SYSETEN 旧システム、 2L が5速シャーケルシャフトトランスミッションの SELE-SPEED セルスピードの組み合わせで前入を起動。エクバンテクノロジーに応用したセルフスピードはハンドル側面のバトル管シフトの可能も操作も可能で、ボタン1つでオートマチックモードで切り替えができる自動変更と自動クラッチ機能を組み合わせたものから、 AI 限定免許での運転も楽しめる。3.2L 搭載の GTL は伝統 GTA は、伝統のレースマシンであるジュリアスプリント GTA をコンセプトとし、配慮に専用設定も施されたハイパフォーマンスグレード、17インチプラス45タイヤのスポーツレザーシートも設置する。多くの情報を素早く処理する改良されたデジタル式マルチファンションディスプレイや専用ボス車製アクティブサーバーファースト式サウンドシステム、スターリング上に設置されたオーディオ用コントロールスイッチ、ミスト、センサー、オートセンサー、レイセンサー、シートシーターも標準するし、快適性能充実が出ない。盗難防止設備としては、アルファコード2、イモビライザーが設定されている。ハンドルは GTA が下に、その左右のみが設定されているということで、これはグレードが GTA という種類しかないんですが、544万円です。結構する車ですね。ではなかなかこれも強小の、まあ、ミニカーなんですが、このデザインもね、まあ、嫌いではなくて、まあ、なかなかこれもまたいいなというふうな好きな形のね、車だろうなという感じです。こういったあの内装からね、デザインから非常にこれは気に入っているね、まあ、車の一台だろうなという感じでございます。どうもありがとうございます。